きますんで、サッカーのリフティングを技に、発展させた、ね、パフォーマンスしますんで、ぜひ技が決まったら大きな拍手をお願いします。見たことある人、はい、フリースタイルっていう、まあ、はい、種目といいますかあるんですけど、こう間近で見たことある人、ない人、ない人も多いと思うな。その場所で見たか、はい、あ、場所で見た、見る場所で見た。 YouTube とかにもいろいろありますけど、ね、生で見ることに意味があると思いますので、ぜひね、一緒に楽しんでやっていきましょう。 YouTuber じゃないです、 YouTuber じゃないです。はい、じゃあ音楽にかけて3分やっていきますね。ぜひ拍手お願いします。何の音楽？あ、わし。でれれれってってって。行きます。よかったらそこ行って。僕がここにいる理由を探して、うぃーかけすり回るけど見やがる。カモー部屋から夢がこぼれ落ちて、夜に溢れてたね、どれって触れる話、なかしいボトル、落としたらジャンプして取ればこれで OK になりますよね。
ってみよう。できなくてもまずはチャレンジしてみて。新しい技ができたりするかもしれない。反対反対反対落ちてきたらかぶせるように、こうこう左足を外から持ってきて、ああ、
リフティングパフォーマーの人、うん、
あ、そうそうそう。来てもらってる。そうだよ、顔はする。あー、習った。習った。できた。結構できるな。あー、こういうことだ。え、待って、変なのができた。あー、なんか絶対違うけど変なのができた。おーいって、こういってた。はい、じゃあ最後ペアでペアでのけようか。
ですけど、ないんだけど、やった方が絶対ボールタッチ上手くなるんで、ね、浮いてきたボールとかパッて止められるようになるから、ね、これサッカーと違うスポーツだけど、絶対やった方がいいから、ね、ボール1個あればどこでもできるんで、またいろんな技にチャレンジしてみてください。OK ですか？はい、じゃあ午後も応援してますんで頑張ってください。